今日愛知県内で確認された新規感染者は6082人で、第六波の最中だった今年し2月23日以来、139日ぶりに6000人を超えました。先週の火曜日に比べ、およそ2.45倍と急増しています。こうした急拡大を受け、大村知事は、人の流れが多くなる今週末からの三連休や夏休みを前に、県民に 厳重警戒のお願いを発表しましまた。ポイントは3つです。マスク着用や換気など基本的な感染防止対策の徹底、帰省や旅行、イベントなどでの体調管理と感染防止対策、そして3回目、4回目のワクチン接種の検討を呼びかけています。